俺たちが負けただと。全国大会で優勝してどこかに油断があったのか。ヒューガ、沸かします。松山、小学校の時の借りこれで返したぜ。だが今度は俺たちの方に借りができた。この借りは次に会った時高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。次は武蔵戦ですね。天才美杉がいる。あの武蔵中か。よし、それじゃあビデオ見ながらミーティングするぞ。すごい、なんだよあの見過ぎのオーバーヘッド。打つだけでも大変なはずなのに、コーナー狙って決めてくるなんて。それだけじゃない、その前のドリブルのスピードとフェイント、あれ一人じゃ止められないぜ。司令塔として周りへの指示も完璧だ。見過ぎの言う通りに選手が動いてる。東京都大会の決勝で心臓痛めたって聞いたけど絶好調じゃないか。キャプテン、武蔵中の力どう見ました？そうだな、組織力はうちと互角ってとこかな。となるとやっぱり見過ぎと中盤勝負で勝たなきゃダメだな。そしてそれは俺の役割。しかし見過ぎ、お前は心臓病で練習だって制限されてるだろうに、それでもあれだけのプレーができる。俺は才能がなくても努力でカバーできると信じてこれまで頑張ってきた。だけど本物の天才に本当に努力だけで届くんだろうか。そうか、そうだな。そうですよキャプテン、俺たち全員あんなに努力したんです。いくら見過ぎがサッカーの天才でも、みんなで戦えば超えられないはずないですよ。自信持っていきましょうキャプテン。サッカーはチーム力です。そしてうちのチーム力は日本一です。武蔵中に勝ってそれを証明してやりましょう。みんな、ああそうだな、みんな次の試合も頼むぞ。それにしても武蔵中のスタンドは女子が多いな。あれ全部見過ぎのファンなのか。ファンの女子の数はこっちの全員集めても勝ち目がないな。それは言うなよ。いいよな、キャプテンには藤沢がいてさ。ほんとほんと。なんでここでその話になるんだ。たく、お前ら覚えとけよ。まあまあ仕方ないじゃないですか、事実なんだし。小田、お前まで本当にとんでもない奴らだぜ。けどありがとうなみんな。次の試合は富良野中と武蔵中の戦い、俺と見過ぎの戦いじゃないんだ。俺は富良野中のキャプテンとして武蔵中に勝てるようにみんなを信じて全力で頑張るだけだ。やあ、
うん、君と戦うのが楽しみになってきたな。よし、やるな。お前たちの望む展開にはさせないぜ。よう。よし！よう！なんだ？